奈良鈴木チャンネル。みなさま、こんにちは。こんにちは。奈良鈴木チャンネルのみこです。サービス部、くりちゃんです。よろしくお願いします。令和6年度の愛車無料点検が6月1日から始まりました。始まりました。皆様お待ちかね、愛車無料点検が年の1回のね、はい、始まりました。始まりました、はい、で鈴木では、はい、お車をより快適に使っていただくために、うん、鈴木車を対象に15項目の点検を無料で実施しています。はい、はい、で今回は例年と違って対象外車両が変更に、まず1つが2023年から24年に届け出と登録をされた車両と鈴木の安心メンテナンス大丈夫です。メンテナンスパック加入されている車両の2種類です。はい、はい、その半年ごとに点検を受けていただいているので愛車無料点検は特に受けていただかなくても大丈夫になっています。はい、はい、では早速、はい、行ってみよう。よう今回は整備士くりちゃんの説明付きで詳しくご紹介していきます。はい、くりちゃんお願いします。お願いします。で内容は15項目中の6点になっています。はい、はい、まず1項目は何でしょうか。はい、はい、1点目がまずエンジン周りですね。エンジンオイルの量、漏れ、はい、汚れ、その辺を確認させていただきます。はい、お願いします。はい、パッと見てまずエンジン周りの外観検査というのを行っておりまして、ライト等を使いまして、まあ、エンジンオイルの漏れがないかというのを外観的に見させて、目視判断させていただいております。はい、その次エンジンオイルの量点検ですね、はい、こちらのレベルゲージを使いまして、こういった形でオイルの量が確認できます。下の丸と上の丸の間に入っておれば、大丈夫です。現状、上の丸の付近あたりに、オイルの量の付着確認できましたので、オイルの量は問題ないかというところですね。で汚れ具合も、新しいオイルというのはね、本当にほぼ、このこういう風に透明みたいな形ですね。汚れてくるとどんどん汚れてきますので、はい、現状は、まあ、正常かなというところになります。はい。クリちゃんかっこよく見えるじゃないですか。いつもより。そうしましたら2点目ですね。はい、はい、次がバッテリー周りになります。はい、バッテリーこちらですね。バッテリーです。はい。ここに前回交換していただいた日付とかも参考にしながら、はいはい、経過年数何年経っているかとかいうのも見ながら、はい、全体的に判断させてもらってます。まず1点目がバッテリーのターミナルの緩みですね。こういうふうに持って、揺さぶることによって緩みがないかのチェックもさせていただきます。で取り付け状態ですね、こちらもガタがないかとか、はい、確認させていただいてまして、最後液量のチェックというのがありまして、ちょっとライトとか当てていただきますとね、こういうふうに液面がここにあるのが分かっていただけるかな。ちょっと車揺さぶったりすると液面がなかなかね、カメラ越しだったら見にくいですけれどもね。うん、まあでも全然、はい、これもね、ロアレベル、アッパーレベルの間に液面が入っておりますので、はい、正常という判定になります。はい、はい、あ、いけた。あ、ごめんなさい。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら次がね、エアクリーナーエレメントの汚れ具合ですね。はい、点検をさせていただきます。エアエレメントっていうのはね、エンジンに空気を取り込んでガソリンって燃えてるわけなんですけれども、その取り込む空気をきれいにしているフィルターになります。フィルター自体はこちらについておりますので、よいしょ、実際取り外しさせていただいた上で、はい、汚れ具合ですね。あ、非常に綺麗ですね。こういう汚れ具合ございませんので、うんうん、はい、全く問題ないというところになります。はい、はい、で後で戻しますんでね。はい、はい、そうしましたらですね、次が、ワイパーになりますね。ちょっと一旦閉めますね。はい、こうやってサービス工場をね、覗くことあんまりないから貴重ですよね。うん、
がですね、ワイパーのウィンドウォッシャー液が正常に出るかまずは確認させていただいてます。これは前もそうですし後ろにもついておりますので、これです。無茶ぶりに。はい、 OK です。これでね、ノズルの詰まりがなくて出ていないとかいう症状も中にはございますので、はい、こういったところで正常に噴霧できているかどうか状況の確認もさせていただいてます。はい、そしたら、ワイパー終わりましたね。次がエアコン、これからね、あの夏本番を迎えるね、うん、そうですね、まあ、ね、快適に乗ってもらうための必需品にはなってきますので、はい、あとちょっとエンジンの方をかけさせていただきます。はい、お願いします。はい、エンジンかけます。わかりました。はい、そうしましたらね、エアコン一番最低の設定温度にさせていただきまして、実際の冷え具合の確認ですね、させていただいてます。もしね、冷えが悪いとかあれば、エアコンガスの減りであったりとかっていうのも考えられますので、そういったところまず冷え具合の確認をさせていただいての判断ですね、はい、させていただいてます。はい、はい、これがエアコン周りの点検になりますね。はい、はい、タイヤ周りになります、はい、タイヤのホイールナットがしっかり締まっているかどうか、はい、全て確認、4輪ともですね、させていただきます。はい、弊社ではこういった専用のトルクレンチというのを使って、あの規定トルクしっかり締まっているかどうかを確認させていただいています。はい、ね、ナットを締めてる間にも、目線はタイヤの溝がしっかりあるかどうかとか、はい、同時に溝も確認してるんですね、はい、時間短縮のためですね、とか、まあ、大きな亀裂がないかというのも見ております。なるほど、はい、これをでも無料でしてもらえるって、そうです ね、なかなかね、普段ではできないことですね。そうですよね、これを機にね、ぜひ、うん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 、絶対やってもらった方がいいですよね。はい、4人とも問題ございます。はい、ありがとうございます。タイヤに続きまして、そしたらね、タイヤの空気圧の調整を、はい、エアゲージを使って確認させていただきます。はい、ただきますね、車種ごとに空気圧っていうのは違いがございますので、はい、そのお車にあった、タイヤの空気圧の表示というのは、はい、車側に表示がございまして、はい、ドアを開けていただいたこちらの方にですね、指定の空気圧の表がございますので、はい、1556514のタイヤですので、タイヤエア 2.4 キロが正常になります。なるほど、はい、それに合わせていくんですね。そういうことですね、はい、そうしました。エアゲージを接続させていただきまして、現状 2.2 ぐらいのところにあるかなというところですね。ちょっと少ないので、はい、もちろんその際はきっちり調整させていただきますので、はい、はい、これも4輪とも4輪とも全てさせていただきまして、やっぱり空気圧が少ないとですね、やっぱり燃費の低下で、低下であったりとかいうのもつながっていきますので、はい、まあ、実際の規定の空気圧にしっかり合わせておかけさせていただきます。なるほど、はい、タイヤの空気圧は基本的にどれぐらいのペースで調整？そうですね、やっぱり自然の乗るのが関わらずに、うんうん、やっぱり空気ですのでじわじわ抜けていきます、うん、ですので、ベストを言えば3ヶ月に一度は、うん、見ていただけましたらベストな状態が確認できるかなと思います。なるほど、またね、パンク された際の早期発見にもなっていきますので、うんうんうん、はい、まあ、3ヶ月に一度は、はい、タイヤの空気圧ね、当店でももちろんさせていただいてますし、はい、まあ、最寄りのガソリンスタンドとかでも、はい、はい、見ていただけるかなと思いますので、はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございました、はい、ざっと今10項目中の6項目ですかね、はい、ちょっと口走ってのご説明失礼いたしました。ありがとうございます。もう、まあ
リコールが未実施で残っていないかであったりとか、うんうん、そういったところも全て、検索させていただきまして、うん、はい、未実施のお客様に対しましてはご案内させていただきまして、はいはい、リコール作業の方もですねさせていただきたいと思いますので、はい、もう本当にお気軽に、ご来店いただけたらと思います。また作業の方は一応お客様にご迷惑をおかけしないのでご予約制とさせていただいておりますので、はい、お気軽にお電話いただけたらと思います。はい、はい、お待ちしてます。めちゃくちゃ分かりやすい説明で、いやいや、ありがとうございました。はい、はい、それ以外の9項目はこちらにありますので、はい、こちらはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、日程としましては6月1日から9月の末まで実施しております。はい、長い期間やってますね。結構やってますね、はい、でメンテナンスパック加入の方には定期点検のご入庫、うん、または点検以外のご来店でもお選びいただけるモデル P もご準備しておりますので。いいですね。はい、内容はご来店してからのお楽しみと。はい、皆様ぜひ鈴木アリーナ中和観戦にお越しください。はい、お越しください。お待ちしております。はい、クリちゃんもお待ちしてます。クリちゃんもお待ちしてます。ありがとうございます。はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。